皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちら、大感謝祭イベントの追加情報が発表されております。で、今回の動画は、大感謝祭イベントを見直すのではなく、メモリアルガチャの内容が少し発表されております。まあ、今日はそれらも踏まえて見ていきましょう。まずは、魔法石薬庫10月1日、配布決定です。これはもうね、すでにもうね、動画で取り上げてるんですが、なんともう4日後となっております。はい。まあ、またね、魔法石薬庫のおすすめの使い方解説は動画でやっていこうと思います。はい。こちら、10月1日から配布となっております。石100個届きます。で、ゴッドフェスも来るし、サンリオコラボも来るんで、結構大事にしなきゃやばいですね。すぐ消えると思います、この100個は。で、続きまして、10大リセット実施決定です。そしてですね、ランク1000のメモリアルガチャが変更入るって言ってたじゃないですか。ちょっと見てほしいんですけど、ランク1000メモリアルガチャになんとシーウルフ、ノーチラス、ノクタリア登場決定、イエイ。まさかのシーウルフ来ます。というより多分元は絶対に来なかったはずなんですよ。なんでかっていうと、ランク1000メモリアルガチャのサムネイルがノーチラスとノクタリアだったんですね。で、シールフそもそも入れるつもりなら絶対シールフを貼ると思うんですよ。ノーチラスよりもシールフを優先して。なので、本来多分シールフは入れないつもりだったと思うんですが、岩井さんがね、昨日の配信で、ちょっとね、なんて言ったんだっけな。ちょっとごめん、一言一句はあったいんだけど、シールフって入るんですか？シールフって入ってくるんですか？シールフとかはどっちになるんですかっていうのは一生山 P に言ってて、あの、岩井さんのおかげで、あの、岩井さんとパスタランウェイが気を利かしてくれたおかげで、なんと、ランク1000メモリアルガチャにシールフ登場と、めちゃめちゃありがたいね。で、まあもちろんなんだけど、シールフはかなり出づらいとは思います、多分。なんならノーチラスとノクタリアも追加されるんで、確率はかなり低いですが、それでもピックアップがシールフ、ノーチラス、ノクタリアって考えると、ランク1000メモリアルガチャは相当期待できる。逆に言えば、もうプリシラとかそこら辺のキャラは消してほしい気持ちもありますけどね、個人的にはね。まあただまあさすがにパズドラが無料ガチャでそこまでしてくれるとは思えないんで、消えはしないとは思いますが、まあただそれでもね、追加されるだけめっちゃありがたいですよね。まあこのたまにしか来ないランク戦メモリアルガチャで、シールフ入手するチャンスが出るっていうのはめちゃめちゃありがたいかなって感じです。なので、ぜひともですね、シールとか持ってない人は、ランク1000までまず上げるの頑張ってください。裏修羅やってれば今はね、もうすぐ上がります、ほんと。で、裏修羅自体も、まあ、周回編成組もうと思ったりとか、片され編成組もうとするとか、あとはマルチの両され編成組むとかすれば、編成難易度かなり高いですけど、まあ別にソロでやってれば安心なんで、ソロでぜひ周回頑張ってもらって、ランク1000まで目指してもらって、そしてね、シールゲットするチャンスを入手してもらえればなと思っております。はい。で、ゴッドエースに関しては、ね、9月30日12時から開始みたいです。そして、モンスター人気アンケートも来ます。で、記念メダル登場と。ライネス、カティアに関してはまだ性能発表されておりません。10月末に実装される新フェスゲームモンスターらしいです。パガンライズ、ゼログコア、バルキリー、シェルツ、ギャートノン、そしてマデュー、リーチ、ゼラ、サレーネ、ベルア、ファスカネル、レムエノルザ、アルジェと。ここら辺が追加されます。そして、ガツドラフィーバーですね。アバタマ来るのめっちゃ嬉しいですよね、アバタマ復活。で、スーパーアンケートゴッド S。で、今年もやります、超絶スーパーゴッド S、最大50連無料と。最大50連の言葉がちょっとよくわかんないんですけど、まあ、とりあえず神ってことは間違いないと思います。で、これもパズパズなんだけど、特に12月はね、絶対入った方がいい。あの、超絶スーパーゴッド S、皆さん去年の覚えてたと思うんですけど、めちゃめちゃうまいんですよね。もうほぼほぼ20連以上確定みたいな感じで、めちゃめちゃうまかったんですよ、これ。で、パズパズ入ってると2回引けるんですけど、あの、魔法石換算すると実質これ100個、まあ、なんなら130個分ぐらい配布なんで、まあ、ぜひともですね、パズパズ12月は入ってもらえればなと思います。別に僕はあの、パズドラからの使い手とかじゃないですからね。あの、本当にパズパズはお得なんで、まあ、一応お勧めしておきます。あと、消費ダンジョンスタミナゼロも一応来るですね。あ、ごめん、対象ダンジョンスタミナゼロも来るみたいですね。ストーリーダンジョンとか。ああ、でもゲリラダンジョンもなんだ。は ?3 ヶ月間え ?3 ヶ月間、玉だら大量発生、転生の深海モンスター大量発生、奇跡の神殿精霊の保育ラッシュ、スタミナゼロ、ま優しすぎるでしょ。ありがとうございます。という感じが大感したイベントになってます。でですね、その他情報を見たんで、まあ、とりあえず今日の動画で言っておきたいのは、なんとシールフがランク1000メモリアルガチャに登場ってことですね。はい、じゃあ続きましてガチャ早く来てるんで引いていきましょう。さあ、続きまして、レアガチャ、式神使いとあやかし、7回分引いていこうと思います。昨日の8人対戦チャレンジのおかげでね、
合計7回配布ということで引いていこうと思います。できればこれをね通常月に追加してくれたらねめちゃめちゃ嬉しいんだけどね。あの7回分のお金もちろん払うんでめちゃめちゃ引きやすいんですけどね。もう僕の一番大好きな連続ガチャ引いていこうと思います。さあ虹は？は？え？は？は？は？ガチ？は？え？どこ？は？めちゃめちゃ嬉しいんやけど。いや正直これほんと逆に言えばなんですけど、僕東海が今いらなくて、式神使いのガチャ、ほんとにガチな話なんだけど、もう東海以外はいらないんですよ。東海だけ武器要員でめちゃめちゃ欲しかったんですけど、あ待って、めちゃくちゃ嬉しい。え、ここ最近の無料ガチャで一番嬉しいかも、本当に。あーもう本当に嬉しい。よかったー、もう本当に、ヤマピいつもありがとうございます、本当に。え、マジで嬉しいわ、やばー。無料ガチャで、あの、神引きしてる人ってこんな気持ちなんだね。やっとわかったわ。ありがとうございます。はい、という感じで、僕、虹一体で、かつ、塔が引きました。満足。なんか、どうやら、星6以上がほぼ一体で出るっぽいんで、まあ、星6以上一体は確定なのかなとは思います。さすがに。多分。もしかしたら確定じゃないかも。星5の7体はちょっときつすぎるんで、多分一体以上星6出るのかなとは思いますけど、まあ、それが別に式が見れるってわけじゃないんで、まあ、そこに関してはちょっとよくわかんないですね。まあ、とりあえず、まあ、7回分引けるんで、まあ、引けないより絶対にいいんで、まあ、とりあえず運営さんに感謝してね、ぜひともガチャ引いてもらえればなと思ってます。はい、ということで今日は大感謝祭イベントについて見直す動画と、あとは配布されたガチャを引く動画でした。今回の式神使いとあやかし7連配布ガチャで僕相当神引きしてるトップティアの方だろうな今日は。いやなんかね、式神使いと証に関してあと3日なんだけど、もう今更ね、ガチャ引くのは絶対お勧めしません。もうね、今これからガチャ無限に来るんで、石温存がお勧めで、なんならスターウォーズももう我慢した方がいいまであるわ。さすがにね、サンリオコラボの性能が分かってないんですけど、どう考えてもサンリオも強いと思うんですよね。で、スターウォーズコラボしたらキャラ一体一体めちゃめちゃ強いんで、引いちゃった人が損するとか絶対ないんですけど、まあ、ただね、ゴッドエースも来て、サンリオコラボも来るんで、ぜひともですね、今のうちから石貯めておいてください。何よりね、あの、石100個配布来るじゃないですか。なんか、それをめちゃめちゃ無駄遣いしない限りは、特に損することはないと思うんで、そこだけ注意してもらえればなと思っております。はい、まあ、という感じで今日はですね、大感謝祭イベントについて話す動画でした。ぜひよろしければ、チャンネル登録と高評価、この動画ね、高評価でお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。一応最後。金か。まあ、ちょっと虹出るまでだけ引くか、一応な。なんか、締めありは。一応虹出るまでは引きます。はい、虹、ナイス。え、は？はい、来た虹。なんか全然虹出んかった。ご視聴ありがとうございました。バイバイ、誰やねん、お前。